皆さん、こんにちは。さあ、今日はね、タイトルに書いてある通り、久々ですね、カメラ用品のちょっと関連のものをね、買いました。今回買ったのはね、こちらですね。K&F コンセプトのね、はい、ND フィルターですね。High ND フィルター、72ミリのね、やつを買いました。で、このね、ND フィルターなんですが、まあ、うちのね、チャンネルで、外で動画撮るとき、基本的に、SEL1018 でレンズを使ってたんですが、まあ、それはね、また別途、可変 ND じゃなくて、ちょっと固定のね、ND フィルター持ってたんですが、このシグマのレンズですとか、あとね、ちょっとこの後ろにあるね、SELP18105G か。はい、それとかは、これもだいぶ前に買ったね、すごい安い、2000円もしないね、可変 ND フィルターをね、僕ね、使ってたんですが、これはね、レンズにつけるとね、ちょっとね、こう、絵がぼやけるというか、なんか色味もおかしくなるし、あとこれ、まあ、ND フィルターでね、仕方がないところもあるんですが、この、濃度っていうんですかね、この、ND をぐるぐるっと回して、よりね、きつく光をね、絞ってあげると、なんかこう、X 状のムラっていうのかな、うん、なんか画面の端々がおかしくなったりとか、まあ、やっぱ一番、さっきも言ったんですけど、色味がおかしくなるってことでね、あんま使わなかったんですよね。で、知り合いの方からアマゾンのね、ギフト券またね、ちょっともらってしまってね、まあ、なんか使い道ないかなって思っていたら、だいたい8000円くらいで、ND フィルター今回これね、買ったんですよね。で、まあ、なかなかね、8000円の ND フィルターって僕自身は、まあ、今まで手が出なかったんですけども、今回ちょっとこの機会があったんでね、はい、これをちょっと選んでみました。まあ、ほんとね、ND フィルターって言えばもっともう1万円とか2万円とか、さらにはなんかもう、プロ用になると3万4万の世界らしくて、全然僕にはもう想像もできない世界なんですが、まあ、ちょうど僕にはこれいいのかなって思ってね、はい、今回買いました。それではちょっと開けていきましょうか。お、すごい、このパッケージがね、ちょっとすごいですよね。これわかりますか？ここね、磁石かなんかが仕込まれていて、ほら、カッチンカッチンってなるんですよね。高級感がなんかありますよね。で、ここから出すと、はい、こんな感じのケースがね、ついてきます。おー、ケースもすごくね、質感いいですよね。ここにプッシュボタンがついてて、パカッと開きますと。はい、で、こんな風にね、入っていました。それでちょっと出してみましょうか。おー、なんかこの袋といいね、もうパッケージといい、やっぱちょっといいやつは違いますね。高級感がありますよね。よいしょ。で、これでいいかなと。はい。ちょっとね、手こずっちゃいましたけど、ND フィルター取り出しました。これは8から128まであるやつですね。だから、ちょっと暗めのレンズとかだったら、暗すぎるかなっていう、光が、初期の段階から絞りすぎるかなってところはあるんですが、こういったね、今使ってるシグマのね、この F の 1.4 みたいにすごい明るい、まあ、単焦点のレンズだったら、このくらいのスタートでいいかなってね、思って今回これにしました。で、やっぱりね、全体的な質感も非常にね、いいですね。うん。で、このね、ND フィルター特徴としては、この最小の段階ですか、一番最初の8の段階でちゃんとカチッと止まるんですよ、8の段階で。で、MAX の128にしても、ここかな？はい。カチッとね、止まるんですよね。前使ってた安い ND フィルターは、どこ行ったかな？あ、これこれ。これなんですけども、これ見えるかな？一番ね、最小の段階にしてもね、こう、ぐるんぐるん360度、ほら、もう回り続けちゃうんですよ。それに対して、この、ちょっとお高めの、ND フィルターの方は、しっかりとカチッと止まって、最大にしても、カチッと止まる。いやー、すーごい、これは、いいな、質感がいい。そしてね、この回る時のこのテンションっていうのかな、これもね、絶妙ですね。なんかこう、あんまり軽すぎると、ちょっとね、引っ掛けただけでぐるっと回す心配ありますけど、これだったら、まあ、ある程度意識して力入れないとね、回んないんで、はい、すごくね、良さそうですね。で、それプラスですね、今回僕、これ72ミリを買ったんですね。で、今使ってるこのね、シグマのね、レンズって、67ミリなんですよね。なんでね、このステップダウンか、ステップダウンのリングをね、買いました。で、そうすれば、今後ろに眠っているね、18105にもつけれるし、この、ステップダウンのリングをかませれば、72ミリから67ミリになるので、このまま、シグマのレンズ、レンズにもつけることが、はい、できます。はい、まあ、この ND フィルターのね、紹介はこのくらいにして、早速ね、こいつを持って外出てね、実際、この ND フィルターをね、つけるとどんな風に映像が撮れるのかっていうところをね、見ていきましょうか。
さあということでね、外にやってきました。場所はですね、過去にも紹介したちょっと五津屋の公園のちょっと空港のね、あの滑走路が見える場所からね、動画撮ってるんですが、どうでしょうか。今はですね、ND フィルターを完全に外した状態でプログラムオートで撮っています。なので、シャッタースピードは現在100分の1でね、で、F 値が11となっております。なので多分僕の姿もはっきりと映って、でなおかつこの背景とかね、この景色っていうのもしっかりと見えてるとは思いますが、当然ね、F 値が11ということもあってね、当然僕も背景も全部見えた状態ですね。まあこういったね、観光っていうんですかね、そういう景色とかも同時に撮るならこのままでもいいんですが、僕だけを際立たせたい時には、まあ、この背景はやっぱぼやかしたいですよね。なので、今からね、このマニュアルに切り替えて F をね 1.4 にしてみます。はい、どうでしょうか。撮影モードをマニュアルに変えて、シャッタースピードを50分の1にして F1.4 にしました。当然のことながら明るすぎて、もう完全にね、皆さんの画面には真っ白で何も映らないかと思います。なので、はい、さっき紹介したこの ND フィルターをねつけていきましょうか。はい、ND フィルターをつけまして、現在 ND8 の状態でね、運用しています。ちょっとこれじゃあね、明るすぎるんで、どんどんねこの ND を絞って光を、はい、下げていきます。さあ、このくらいでどうでしょうか。それともまだちょっと明るいかな。もうちょっと絞って、あ、今ですね、あの一番端っこ、つまり ND128 までね、ND を、かけてみましたが、どうでしょうか。こうするとですね、ハンド僕はちゃんと映って、この後ろの背景はね、見事にこう、ボケたような感じになりますが、ちょっとこれじゃ暗すぎるかな。はい、少し開けてみましたが、どうでしょうか。これだったら今度はあれですね、あの露出の圧が 2.0 でこう上の上限まで行ってしまってるんで、少しあれですね、光が多すぎるかな。でもこの ND のね、この掛け具合っていうんですかね、今これ僕手で回してるんですけど、最大までするとちょっとこの四方っていうか、わかりますか、この画面の端っことかが、まあ、ちょっとおかしいかな。これ手で映ってるかな、びっくりした、蹴られかと思いました一応蹴られとかはね出てないですね。はい、このくらいが限界かな。はい、で、一応ですね、この露出はまあ 2.0 でなってるんですが、なんとか僕の姿をね捉えていますね。でこれ F1.4 でちょっとね開けすぎなんで、もう少し1段ぐらい絞ってみますか。F の 1.8、 2.0 くらいかな。はい、今 2.0 くらいにしましたが、はい、どうでしょうか。さっきと比べてね、この背景のこの、ボケ方とかね、僕の見え方っていうのね、だいぶ変わったかと思います。多分ね、この今ちょっとこのちっちゃいモニターなんで確認しづらいんですが、まあ、僕の姿は捉えても、このね、後ろのこの背景とかは、すごくぼやけてるかなっていうふうに思ってますけども、どうでしょうか。そしてね、この色とかはね、どうですか。現在ですね、色の方は6500K でね、固定しています。色味とかはねおかしくはないでしょうか。試しにですね、今このまま ND フィルターパコって外してしまったら、また画面真っ白になってしまうんで、シャッタースピードを優先にして、この ND フィルターを外した後と、あとつけた後の色の変化っていうのもね、ちょっと見ていきましょう。はい、今ですね、シャッタースピード優先モードにしました。で、ですね、シャッタースピードは50分の1にして、現在 F2.2 の状態です。でこれがね、ND フィルターをつけた状態ですね。で色温度は6500で、固定しています。でこれからね、この ND フィルター外してみましょうか。ちょっと画面のね、ブレるかもしれないですけど、許してください。これが ND フィルターを外した状態です。で色温度は6500で固定しています。どうでしょうか。僕が出るとね、こんな感じになります。で F 値がね F16 までいったんでね、今度はこの背景とかもねしっかりと、見えてるかと思います。さあ、それじゃあもう一度ね、この ND フィルターつけてみましょう。はい、 ND フィルターをねつけてみましたが、色味はねどうでしょうか。このねちっちゃい画面で見てる分なんですが、なんか若干黄色っぽくなってるような感じはしますが、皆さんのね画面にはどういう風に映ってるでしょうか。まあ僕のあくまでこれ体感的な話なんで、ちょっと家帰ってね、確認しなきゃわかんないんですが、はい、これが ND フィルターがついた状態。もう一回外してみます。これが ND フィルターがない状態、これが ND フィルターがある状態、そしてこれが ND フィルターがない状態です。はい、これで色味とかね、あとこの解像感とかもね、変わったでしょうか。
はい、ということでね、家に戻って映像の方をチェックしてみました。で、そうですね、まあ動画をね見た時の感想なんですが、若干この ND フィルターをつけるとね、全体的に黄色っぽい感じがね、しました。なので、あの、まあ対策としてはね、動画編集ソフトの方でちょっとだけホワイトバランスでね、青みを、まあ、足してあげるとか、あとはそうですね、まあもういっそのことをこのカメラの、ホワイトバランスをオートにしてしまって使うっていうのが、まあいいのかなってね、思いました。で、まあ、使い勝手とかに関してはやっぱすごくね、いいですね。特に野外で、あの、ND をこう調整するときに、ある程度やっぱテンションあった方が、あの、調整の幅っていうんですかね、ほんと、ちょっとだけこう、暗くしたいなっていう時もね、こう、ある程度テンションがね、あの、かかってるんで、すごくね、やりやすかったです。あと、個人的に懸念材料だった、この画面のね、端々の蹴られとか、解像感の低下っていうのもね、特に見られなかったんで、ほんとこの ND フィルターね、おすすめです。あと、このね、ステップアップリングのステップ、ダウンリングのセットですね。これも、合わせて買っておけば、ある程度大きいサイズのね、この ND フィルター買っておいて、まあ、自分のね、使って持っているレンズ全部にね、まあ、使うこともできるんで、そうですね、本当僕ね、今回これ買ってすごくね、良かったと思います。で、まあ、背景とかもこうすごいね、ぼやける感じも作れるので、まあ、ビデオブログとかね、そういったところにもすごく、役立ってくれるので、すごくね、おすすめです。で、こちらのね、ND フィルターとこのリングですね、これに関しては、動画の下の概要欄の方にね、書いておきますので、ぜひね、こちら Amazon のリンクね、貼っておきますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画が皆様の何かの参考になれれば幸いです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。